グロリオサは、熱帯アジア及びアフリカ原産のイヌサフランカグロリオサ族の植物の、総称、休憩を持つ、落葉性の多年性植物。寒気のないモンスーン気候に適している。別名、ユリグルマ、キツネユリ。日本では、高知県などで観賞用の球根の商業栽培が、行われている。グロリオサは、葉先が巻きひげになり、他の植物に巻きひげを絡みつけることで、 高さ3メートルにも達することがある。花の色は鮮やかな赤、またはオレンジである。花びらははっきりと沿っている。グロリオサの球根は山の芋や長芋のネタイに似ているが、コルヒチンやグロリオシンという毒が含まれているため、食べると危険である。2007年10月21日、静岡県に住む男性が、 干賞用に栽培していたものを山芋と間違えて食べたところ同月23日に死亡した。同様の死亡事故は2006年9月に高知県、2020年2月に鹿児島県でも発生している。また、広い地域で主食とされるヤムイモとも似ており、誤食による死亡事故が発生している。グロリオーササプザーバ英語でグローリーリリー、あるいはフレームリリーと呼ばれることもある。 グロリオサの一種、ジー・ロース・チャイルドアナは、ジンバブエの国家であり、かつて、ローデシアの国家でもあった。グロリオサによる、食中毒の発生について、高知市、2020年2月8日閲覧。AB、自然毒のリスクプロファイル、高等植物、グロリオサ。厚生労働省、2020年2月8日閲覧。有毒植物グロリオサで、食中毒化。 男性死亡。MBC ニュース。https コロンスラッシュスラッシュ www.mbc.co.jp スラッシュニューススラッシュ MBC ニュース。php i o 撲のイコール2020兆207 20億44252020年2月8日閲覧。ありがとうございます。